次に青山大和君。はい、今日は貴重な時間をいただきありがとうございます。おそらく与野党問わずここにいる全議員の皆様たちが新型コロナウイルスの感染症拡大で多大な影響を受けている中小企業、小規模事業者の皆様の悲痛な声を多分聞いていると思います。もちろん麻生大臣も同じだと思います。やはりその多い相談として、やはり資金繰り、そして次に雇用調整助成金の要件緩和や申請の簡略化、まあ、先ほど楓委員の方からも社会保険労務士の連帯責任の件も出ました。そういったこと相談が多いです。経営者の皆様たちは借り入れ借金をしてでもなんとか雇用を守っていきたい、そういう方たちが圧倒的に多いです。そういう方たちの思いに応えていくのが政治の使命だと思います。日本政策金融公庫の皆様も現場で非常に頑張っておられます。ただ経営者側からすると、この新型コロナ以前に例えば公庫で融資を申し込んだけども残念ながら蹴られてしまったことがある、今回も相談に行ってもやはり蹴られてしまうんじゃないか、そんなことで不安です。麻生大臣のような優秀な経営者ばかりではありません。お金を借りるのは本当に大変なことでございます。私もダメな経営者ですから、数年前に700万円借りようと思っても銀行で借りれなかったことございます。ただ今回はこの新型コロナの感染症拡大といういまだかつてない未曾有の状況でもございます。これまでと違う、例えば相談に来た経営者に今回は違うんだから政策金融公庫ダメ元でも行ってみな、そう言って実際借りれた経営者もいます。本当に公庫も頑張ってくれて、もう相談から実際入金まで1ヶ月半2ヶ月、そういうケースも多いです。本当に頑張ってます。そこで改めて麻生大臣に以下3点質問をさせていただきます。改めて大臣からも政策金融公庫の制度や民間金融機関による信用保証貸付の融資、そういった今回の制度を分かりやすくさまざまな公の場で発信してもらいたいんです。やはり経営者の中にはなかなかホームページで逐一そういう情報をチェックすることできません。政府の方も今回非常にまめに発信はしてくれている。ただしそういったことをなかなかキャッチできない経営者も多いんです。麻生大臣、発信力ございます。テレビとかいろんな場所でですね、今回はいつもと違う、経営者皆さんたちもぜひ公庫や民間の金融機関行ってくださいと、そういうことをぜひ発信してほしいんです。次、2点目です。当初、2月3月に、政策金融公庫から、融資をしていただきました。ただしこのコロナまだまだ先が見えません。そういった中で例えば政策金融公庫に新たな、追加の融資、そういったものをお願いするケースが増えてきています。私は今回はそういう状況でも柔軟に答えることができると私は思っておりますが、当初最初に融資していただいた額よりも多く必要な場合、その際は柔軟に対応することができるのか、改めて大臣にお伺いします。最後3点目です。経済産業省のよろず支援拠点、そういったものございます。これ本当に中小企業とか社労士さんたちが待機してまして、無料で相談することができます。ただ案外このよろず支援拠点って知ってる経営者あまりおりません。ぜひですね、経産省と連携して例えば公庫も含めた金融機関の窓口などでこういったよろず支援拠点、こういうのがあるんですよ、そういったものの紹介をですね、進めてほしいと思います。以上3点について大臣の見解をお伺いいたします。麻生財務大臣。
質問の1、はい、2、はい、3、はい、答え簡単にはそういうことなんですが、そういったことじゃいう話じゃないんで、もうちょっと別のことを言ってもらいたいんでしょう。なんか多分あなたの質問を聞いてると時間がないようだから、答えは1回3つともやります。2回目今そうなってます、3番目はそういうことになります。全部はいはいはいになっちゃうんで、それじゃ答えにならんのだと思うんで、これ資金繰りの話なんですよ。今の知ってられるのはね、みんな会社が何とかだって、会社経営やったことない人の話だから、聞いたっておよそ分からんでしょうか。だから仮にも経営者やってたんだから、いわゆるいろんなことをお分かりになるんだと思いますんで、いわゆる事業にとっては金のフローの話であって、ストックは今倒産するしないって時にはまずはフローな話、いわゆる資金繰りの話なんですね。そこで先月の6日とそれから16日と昨日と3回にわたって、瀬田金融高校、今話題のところですけれども、にあって事業者に対して万全の対応でやってやらないかんということで、特に人が足りないと、もう今もうわっと人が来とられますんで、人が足りないんで、いわゆる迅速にやらないかんとかいう話が一番の感じたところなんで、そういった意味では迅速なお願いをするにあたって、まず休日電話相談も全部受ける、勤務時間延長する、とうとう人が足りないんだから、OB やら財務省からも OB が今貸し出したりしておりますけれども、そういったことをやらせたりいたしておりますし、加えて金借りる話をするときに全然分かっとられんかったっていうのは、金融高校に行ったことのない人はどこに誰に何していいか全然分かってない人がおられますんで、すいません、いつも言ってる信用金庫が保証協会に行って話をつけて、その2人の持った紙を持って金融高校に行ってくださいと。すると金融高校はそれ見て、素人の間違いなくほやほやの経営者と違って、ある程度分かった金融の信用金庫のおじさんが書類全部作ってきてくれるわけですから、その場でやれますというようなことまでやる。こんなことは今までやったことは一度も歴史上ありませんけど、今回これがあちこちで起きておりまして、俺を言われる電話が何かがかかってきてますけど、多分そういう実態がそうなっておりますが、それでも人は足りません。もう全く今並んで受付ができないほどいっぱい来られますので、それを分担していただいております。地方の民間の新金とか新素とか地銀とかいうところで、そういった形でやらせていただいて、今いろんな形で周知広告をさせていただいておりますので、直接行かれてもわけがわからんから、どの書類とかわからんから、全部地銀に行ったらわかりますから、そこに行って書類を揃えて一発でやって、そうすると時間が広告の方も助かりますし、借りたい人の方も助かるし、というようなことまでやらせていただいておりますので、大体今言われたご要望の線についてはその方向でことは動いていると思っていただいて結構だと思っております。青山大和君、はい、明確な答弁をありがとうございました。次の質問いきます。今回の国税関係法律の臨時特例について質問させていただきます。まず国税を、無担保延滞税なしで1年間納税を猶予ということですけれども、これは1年後になった場合ですね、その時にやはり以前4月10日の財務金融委員会で海江田委員の答弁に対して、現行の制度で活用していく答弁ございましたけれども、これは今回に関しては、これまでの既存の現行制度以上の対応を検討すべきじゃないかと、私は考えますが、いかがでしょうか。国税庁、田島次長。お答え申し上げます。まず現行制度の取り扱いについてお答えいたしますが、特例猶予の適用を受けた納税者が1年後において、その時点で納付が難しい状況にある場合、これ、実情をよく伺いまして、既存の猶予制度を適用するなどの対応を行うことになります。また、猶予制度を適用する中で、例えば納税をすることで生活を著しく窮迫するような状況になる場合には、必要な財産調査を行った上で、国税の徴収を見合わせるなど、適切に対応することになります。なお、お尋ねに関しまして、制度上のことにつきましては、主税局からご答弁を申し上げます。矢野主税局長。お答え申し上げます。
黒字の企業が、まあ、納税額が猶予される場合、その次年度において赤字に不幸にしておなりになった企業あるいは事業者につきましては欠損金の繰り戻し還付制度というのがございますので、当該猶予された納税額についてはその分遡って相殺されるという形になります。で、ちなみに他の先進国でも納税の猶予ということを今回やっておりますけれども、一部の先進国で3ヶ月ないし6ヶ月でございます。日本は1年間でございます。従いましてこの今申し上げました前年度との納税額との相殺ということは日本だけができる特典になっております。青山大和君、ぜひ、ね、そういった制度の方も広く周知をしてほしいと思ってますのでよろしくお願いします。以上で終わりします。ありがとうございました。次に古本